はい、今見せていただいてます、ピアノ、ヤマハの U3H という、ピアノで、一番よく売れたピアノでね、安定してるいいピアノなんですけども、まず、中の方見せていただいたらですね、部分的にちょっとチューニングピンのね、サビが発生しているところが、見受けられますね。ただまあ弦の方までは映ってきてないので、早いうちに、磨きをかけてしまえば、大丈夫じゃないかなと思っておりますね。当然調律がもうかなり、空いてますのでね、30年以上空いてるような感じですので、音はもうね、えらい音鳴ってますね。あと低音の方がですね、これなんかね、音があんまり伸びないですね。これはよくと思いますよね。これはちょっとね、ひねったりとかして治る可能性もあるんですけど、もしかしたら交換した方がいいかもわからないですけどもね。まあ低音の方ですのでね、この辺はまあね、よく伸びていい音は出てるんですけども、そういう感じですね。まあ各部品とかね、こう鍵盤も上がったまま降りないとか、動きの悪いところはまあ当然ね、長い間動かしてないのでありますのと、あと音がね、これなんか鍵盤が下がらないですね。これはですね、ちょっとアクションの方を外してみてもらおうかなと思っておりますね。はい、アクションの方を、外させていただきまして、反対側からね、ハンマーがこういうふうに叩くんですけども、反対側から見ているところですね。これ、フレンジコードがですね、切れてしまってまして、バネがこう、ぴょんと飛び上がってますね。そのバネがですね、この、ダンパー、部品があるところに、当たってしまってますので、音が出ないというふうな現象になってますね。この辺はまあ、ダンパーがないのでね、ハンマーの戻りが悪いという程度ですけども、この辺は他の部品にそのバネが当たってしまってて、音が出ないというふうな状況ですね。これね、ちょっと触りますとね、もうボハンと弾けて、このコードが、バネを止めてるコードが切れてしまいますので、もうこれは次々切れてきますのでね、もう全部交換しないといけないとは思っておりますね。弦溝もね、ちょっと取って、ハンマーの成形をきっちりしたら、音もいい音が出ると思いますね。はい、あ、ここも錆びてますね、この。このダンパーを動かす部品もちょっと錆びてますので、錆取りは必要かなと思いますね。はい、ダンパーの動きもちょっと悪いかなという感じになっておりますね。はい、アクション関係はこんな感じになっておりますね。外装の方もつけてみたいと思います。はい、外装の方を取り付けてみました。大きな傷とかはないようですけども、これちょっとまあ曇ってますのでね、これ磨いてピカッと光ると、もしかしたらこういうとことかね、ちょっと目立ってくるかもわからないですけども、まあ目立つところの傷とかはね、直していけ、サービスで直せる範囲じゃないかなと思いますね。はい、上前パネルもちょっと曇りがありますね。もうちょっと本当鏡のように映ってほしいなっていうところですね。ペダルの方もサビがありますけども、この辺も磨いていけたらいいなとは思いますね。ヤマハのマークもサビサビになっておりますね。はい、長板の方とかもね、サビがありますね。あと、鍵盤の小口ですね、この部分がちょっと基板では来ているんですけどね、映像でわかりますかね。ここが上の面は、アクリルで、この面はセルロイドになりますので、もしピカッと光った時にちょっとこの基板出るのが気になるかもわからないですね。この辺はまた交換はできますね。はい、あ、この辺もちょっと傷とかありますね。はい、外装の方こういう感じですけども、磨いていけばかなり綺麗になるんじゃないかなと思っておりますね。はい、こういう状況になって、あとですね、椅子もちょっと丸椅子ですしね、これちょっとグラグラしますし、四角い椅子を提案させてもらった方がいいかなと思ったりしておりますね。で、あとこれ敷板になっておりますので、これ地震が起こった時はちょっとね、暴走しますので怖いですので、耐震用のゴムのお皿とかね、受け皿の方をこのコマの下に入れるなり、その辺をちょっと提案させていただこうかなと思っておりますね。はい、こういう状況になっております。